皆さんこんにちは、イノシシブルファンゴです。ベヨネッタパート11やっていきます。よろしくお願いします。本日はこちらのチャプター11、資源毒正義やってまいります。ボス戦ですね。まあでもこれが最終ボスってわけじゃないでしょうね。はい、頑張ってきます。俺のそばから離れるなよ。マミー頑張って。マミーだって。ほら見て、マミーがお化けをやっつけてるよ。おじさん見えないの？じゃあこれでどう？おお、急に。やっぱあの子はなんか魔女か、なんかないかなんでしょうかね。危な。この急に攻撃してくるのマジでやめてほしいな。心臓に悪いわ。あと何匹や。よいしょー。どっかいしょ。オッケー。まあ、ベース1はね、とりあえず。ギリギリノーダメージ。まあ、猫ちゃん、大丈夫だった？そう、痛かったの。それじゃあ、お仕置きしてあげなくちゃね。気持ち悪っ。アウディティオ、ユスティジア。これ前章出てきたね、草の化け物ですね、多分。さあやっていきましょう。
この顔みたいなのをとりあえず狙えばいいかな。よいしょー、ほっほっほっ、顔を攻撃をしていって、あ、これどこ、ドッキリ、よいしょ。あ、でもこれあれやん、あのウィッチタイム入れへんやつ。 OK、あ、なるほど、これ乗っていけと、これをガーって進んでいって、っていうか今の絶対初見殺し。おっ、いって顔まで来ましたと。 OK、 顔来た、これをいって、これをじゃあ切っていけばいいか。いいですね、ナイスカット。全部の顔をこれで攻撃していけばいいかな。あ、そうでもなさい、この足場に移っていかなあかん感じかな。うっ、あちゃー今のもせこない。足場急に壊さんといてよ。はい、じゃあ気を取り直してやっていきましょうか。この爆弾みたいなやつ壊しといた方がいいよね、絶対。危ない危ない、下から来る、飛ばしてくれ。ほっ、クライマックス、よし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 。あ、こんなことできんの。あ、じゃあ真ん中行きましょう。まだこれやってくるでしょ、光の輪を避けて。 OK、 なんだよ、面白い。ほっ、 OK、ウィッチタイム絶大やな。ほっ、OK、 出てきたね。じゃあこれをとりあえず攻撃するけど、よっしゃ、これ1本目計算かな。で、次の足場に向かっていきましょう。え、ミスった、回避。 OK、 ではこれで顔を切っていきましょう。痛い、何しよう何しよう何しよう、いって回避、よかったよかった、こういうリカバリー方法もあるよね。これ今落ちてくるよね、ほっとっとっ、これで避けて、よいしょ、よいしょ。あ、これクライマックスいけるやん。おっ、クライマックス入れんだ。 OK、 危なっ、あ、おっか、2発目来ると思え。いいですね、じゃあ頭2本目潰しましょう。ほっと、ほっ、 OK、 出てきました。じゃあこれを攻撃すると、ほっ、 OK、 危ない危ない、予備動作がほとんどないから。OK、何しろ何しろ何しろ、爆発する、あっ、はい、わい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 、わいわいわい、猫ちゃんいかが、まだ許せないの、ですって
もう一ラウンドいける？ルーメンの賢者。そういえば、あの二人はどこかしら。まあ、あの男のことだから心配ないわね。はい、これでチャプター11終了。シルバー？ああ、シルバーか。久しぶり見た、これ。はい、ということでね、パート11はこの辺で終了とさせていただきます。ちょっとねボス戦なんで短いし、あと今回のボスえらい簡単やった気するんですけどね。なんか2個か3個か前のルート66やったっけ、高速道路のボスの方がどんだけ強かったか、まあ、多分次ね12割れる空ってことでボス戦ではないんで、これ終わってその次か次ぐらいで最終ボスかな。なんか名前出てましたね。ジュベリウスかなんかやったかな。多分そいつと対戦することになるんでしょう。ということでね、このパートはこの辺で切らせていただきます。皆さん最後までご視聴誠にありがとうございました。バイバイ。またねー。